鉄道人身事故ニュース速報です。2021年3月17日20時31分ごろ、新井薬師前から沼袋駅間で発生した人身事故の影響で、西武新宿線は西武新宿から上石神井駅間の運転を見合わせています。なお、振り替え輸送を行っています。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。